になって初めて分かった。好きになるっていうのはその人のことをもっと知りたいと思う気持ちのことだ。だから僕は君のことをもっと知りたいと思った。図書室の ということで皆様のお顔を見れないのが本当に残念なんですけども、最後まで全力でパフォーマンスをしたいと思いますのでよろしくお願いします。そして私たちのことをまだ知らないよっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、一人ずつ簡単に自己紹介をしていきたいと思います。じゃあさくちゃんからお願いします。はい、愛知県出身19歳の遠藤さくらです。よろしくお願いします。さくちゃん、さくちゃん。はい、栃木県出身19歳の柿遥です。よろしくお願いします。柿。はい、岡山県出身高校3年生の柿橋彩香です。よろしくお願いします。さあちゃん。はい、北海道出身の18歳神奈川さやです。よろしくお願いします。やんちゃん。はい、アメリカ生まれ19歳の北川ゆりです。よろしくお願いします。ゆりちゃん。はい、千葉県出身高校3年生17歳の柴田優奈です。よろしくお願いします。ゆりちゃん。はい、埼玉県出身17歳のセイミアレイです。よろしくお願いします。レイちゃん。はい、埼玉県出身21歳の田村真由です。よろしくお願いします。まゆちゃん。はい、愛知県出身16歳の筒井あやめです。よろしくお願いします。あやめ。はい、大阪府出身20歳の早川セイラです。よろしくお願いします。セイラ。はい、東京都出身18歳の八久保美代です。よろしくお願いします。八久保。はい、ありがとうございま
。そしてですね、私たち乃木坂464期生には今年から新メンバーが加入したんだよね。ねということで早速みんなにも登場してもらいたいと思います。みんなおいで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 。あ、来た来た、いっぱい来たぞはい、ということでですね、みんなにも一人一人自己紹介をしてもらいたいと思います、うん、じゃあお願いします。黒見遥香16歳です。香港で生まれたのでカンフーと小籠包が大好きです。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。頑張ろう。はい、岩手県出身19歳の佐藤理香です。乃木坂46としての初めてのパフォーマンス、全身全霊で頑張ります。よろしくお願いします。頑張れ。神奈川県出身、高校2年生、17歳の林瑠奈です。何でも頑張る担当です。よろしくお願いします。はい、千葉県出身、高校2年生、16歳の松尾美優です。画面の向こうまで笑顔を届けられるように頑張ります。よろしくお願いします。かわいい。はい、京都府出身、21歳の弓木奈緒です。今日は初めての16人でのパフォーマンスなので、うん、記念すべき日になりそうです。よろしくお願いします。はい、ここからはですね、私たち新メンバーも含めて16名でパフォーマンスをさせていただきます。ということでみんな次の曲の準備をしましょう。はい、はい、次の曲です。どうぞ。
皆さん、まだまだ盛り上がっていきますよ。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、oh, yeah.
ということで、次の曲で最後の曲となります。今日は初めて16人でパフォーマンスをできて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。次のラストの曲もみんなで最後まで力を合わせて、テレビ画面の向こうの皆様に素敵なパフォーマンスをお届けできるように精一杯頑張ります。それでは最後の曲に行きましょう。準備をしてください。はい。それでは最後の曲です。どうぞ。東京アイドルフェスティバル、オンライン2020はまだまだ続くんですけれども、皆さんまだまだすいません、盛り上がっていってください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。